こんにちは、つちのこです。今日はね、バッチ取れるキャッチャー、バッチ取れるセンターね、やってきました。こんにちはーす。超寒い中、今日もご来店マジ感謝っす。お正月終わっちゃったっすね。また1年後にあるよ。お客さん超ポジティブっすね。元気出てきたっす。来年のお正月のこと考えながら今日もバイトしちゃうっす。まあ、来年のお正月のこと考えなくてもいいと思うけど。お正月のバッジは終わりっすけど、今日も新しいバッジ入ってるっすよ。ゼルダの伝説、神々のトライフォース2のバッジっす。いいね、壁画。僕もね、これやりました。あのトライフォースのね、やっぱ絵っていうかバッジかっこいいからね、これリアルにも欲しいね、このトライフォースのバッジはね。で、壁画はちょっと今日は自分が遊んだ時の写真でこのゲームを紹介してみるっす。このゲームはユガっていう悪者が敵なんですけど、ユガは人間を絵の中に閉じ込める恐ろしい魔法を使ってくるっす。主人公のリンクも壁画にされて超ヤバくなるんですけど、リンクもマジパネー主人公っすからやられっぱなしじゃないっす。壁の中へ自由に出たり入ったり、激アツな能力をゲット。壁の中に入って、あんなところにある回復アイテムのハートや、こんなところにあるハートを、またハート集めてる写真っすか。回復アイテム探しすぎつ、結局もやられっぱなしっすね。ハートだけじゃなくてルピーもデレレレーンとゲットっす。懐かしいな。もうちょうどね、1年前ぐらいですよね。リンク先輩マジパネっす。で、せっかくの激アツな能力でアイテム集めしかしてないっす。でもアイテム集めも楽しいっすよ。自分の一押しのゲームっす、神虎2。アイテム集めっていうのがね、このバッジ集めにね、多分こうつなげていきたいんだと思うんだけどね。まだね、その手には乗らない。このゲーム遊んだことあるっすよ。遊んだよ。あちゃー、知ってる話だったらすんません。で、このゲームのバッジ作ってみたっす、店長が。もちろん壁画風のバッジが一押し、アートな感じで良くないっすか。まあ可愛いけどね。壁画だったらもう壁画で統一しないとダメだよね。どんな感じになるの。こんな感じか。あ、ミーとかもあるんだね。壁画調のバッジがかなりできてるんでしょう。じゃあ180円以上でこのテーマをプレゼントっす。まあ、あの前の表記はあの勘違いする人が多いからやめた感じですかね。お支払いプレイ10プレイでこのテーマをプレゼントって、僕はやっぱりね、1回90円の10回900円分だと思ったんで、パッと見てね。だから今回はお金でちゃんと表示してくれてます。今日もたくさん新しいバッジが入ったんで、店長からお試しで無料プレイプレゼント、イエーイ、太っ腹店長ゴチっすね。じゃあおごりプレイスタートっす。さあちょっとね、バッジ見てみましょう。どんなバッジがあるんだろう。ゼルダがね、賛成しましたね。しかもね、いつだったかな、昨日か一昨日か、ガンホーからね、マリオのパズドラが出るって言って、そのね、マリオのパズドラの先行予約特典が、3DS のね、テーマなんですよね。このね、多分ホーム画面のテーマだと思うんで、もしかしたらね、パズドラバッチ来るんじゃないかなと僕ね、予想しています。パズドラのバッチも結構いいよね。あの玉ドラとか可愛いもんね。さあ、壁画のリンクたち、これまた撮るの難しそうだな。でもトライフォース欲しいね。これ撮れ、ツルツル滑りそうだけど。これも壁画。あー、このリンクか。あとは壁画な感じだね、全部ね。あー、で終わりか。よし、じゃあゼルダ姫も可愛いな。ゼルダ姫、なんか迷ってしまうな今回。ちょっとそんなにだな。トライフォースがやっぱ欲しいんで、まずね、トライフォースをね、狙いたいです。これ単体でいけるかな。
どうにもね、隣のあれが邪魔になりそうで。まずは、左のロボット剣士を取ります。そこ入っちゃうの？ちょっと待って、そこ入んないで欲しかった。うわー、トライフォースがあんなとこ挟まっちゃった。でも狙います。来い、間挟まっていい感じに。あ、落ちた。やった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 ゲットできました。いいゲットの仕方だったな今の。さすがね、アーム強力です。あのお店のゲーセンとはさすが違うね。あの貧弱なね、ペロペロのアームとは違いますよ。やった、ゼルダ姫だよねこれね。そしてトライフォース、こうなるとね、リンクが欲しいので、無料プレイでいけるかな。今はやめたく。さあちょっと無料の方行ってみましょう。当たり出るかな。あー、これはきつそう。ラビオ先輩のバッチでかくて気になるっすよね。じゃあ練習スタート。どうしようかな。これはとりあえずゼルダ姫から狙います。はい、これは入ったんじゃない。2個いけないかな。嘘、入ってたじゃん今これか、これは厳しいね。挟まんなかった。これもうどうしたらいいかな。ゼルダ姫はちょっと取っておきましょう。取れるよね。よし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 。じゃあリンクを取りたいと思います。全部一応取れる感じになるかな。これで取れなかったらまずいけど、変なとこ掴んじゃった。でも大丈夫でしたね。さあラスト入ったんじゃないこれ。すり抜けた何今のすり抜け。ちょっと当たり来い、当たり来て。ダメだった。終了っす、お疲れした。このね、拍手がこうちょっとイラッとくるよね。あの惜しかった、最後に特に惜しかった時にお疲れしたって拍手すんのが本ちゃんのだよね。また後でにするよ。まあとりあえず今回はね、無料の2プレイで、よいしょ、これかな。ゼルダがね、ゼルダじゃないや、ゼルダ姫とトライフォースがゲットできたんでね、よかったと思います。まあさすがにね、ちょっとデコるほどはまだできてないんでね、デコりはやめときますけど、またね、新しいバッジ手に入ったり、欲しいバッジ来たら、動画撮ると思うんで、よかったらね、チャンネル登録してみてください。それじゃあ、ツチノコでした。